第2回上海大会で使用されたロゴマーク極東選手権競技大会とは1913年マニラのカーニバルをきっかけにフィリピン、中華民国、日本を主な参加国として1934年まで10回開催された競技大会である。第8回上海大会の日本選手団第1回は東洋オリンピックという名称であったが第2回以降 極東選手権大会に改称された。主催者は極東体育協会でアメリカ YMCA からフィリピンに派遣されていたエルウッド・ブラウンの提唱で1910年に設立された。1917年に開催された第3回、大会は日本にとって初の国際的スポーツ競技大会の開催とされる。会場は東京市の芝浦の埋め立て地であった。 1934年、マニラ大会中に、満州国参加に伴う、検証改正問題で日課が対立し、中華民国側の委員が総退場し、極東体育協会及び選手権大会は、消滅した。なお、現在のアジア競技大会は、本大会と1934年に1回だけ、行われた西アジア競技大会を元として、復興されたものであるとされている。 第6回大阪大会での日本対中華民国の男子バスケットボールの試合、第6回大阪大会での女子バレーボールの試合、オリンピック時点では第2回大会も東洋オリンピックという名称であったとしている。ありがとうございます。